今回は昔の私をし介します昔々は子供子供の私がぐるぐる生きてたいろいろなごっこ遊びをしたあの頃、子供だったけど子供なりに傷ついたし落ち込んだし不安だったそんな気持ちを優しくつづる読みながらまるで子供の頃の私とびっくりしてしまいました昔の私も 子供なりに一生懸命考えていたんだよね。大人に気を使ってみたり、一人遊びに夢中になったり、お姉ちゃんぶってみたり、特に定前のいる長女さんにおすすめしたいです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。